釣り輪が得意な選手が出てきました、はい、種目別優勝4回の岡村康弘、はい、大学の後輩に当たりますが、そうですね、彼の釣り輪は本当に力強くて、はい、秒数もしっかり止めてくる釣り輪をしてくれますので、はい、いいですね。振り上がり中水平ちょっと足が下がりかけました、はい、こらえてここから引き上げての十字倒立、はい、この十字倒立の姿勢もまっすぐですね、はい、力技を見せてきました岡村です。29歳、この辺のスイングからの静止の力技も難しいんですけど、ね、はい、ピタリと止めてますね。そこからの中水平にもスムーズに移行していきました。29歳、小林さんも31歳で引退されましたが、はい、ベテランになると力技本来難しいところですよね。そうですね、年齢を重ねていくとどんどん力も入りにくくなっていくんですけども、はい、それを感じさせないような演技ですね。最後は伸身のルドルフ、はい、難しい技で降りてきて、あ、 15.300、はい、ここまで終わった中で2位、後輩の演技どうでした、はい、そうですね、最後まで綺麗にまとめてくれて非常にいい演技だったと思うので決勝でも楽しみですね。